はい、モコフィットネスです。今日もちょこっと雑談始めていきましょう。もう梅雨中皆さん じとじとしてますが、頑張っていきましょう。はい、まず一つ目のコメントです。はい、ですね、これ同意見なんですよ。まあ、この方にもコメント返したんですけども、ドグマのね、唯一僕欠点と言っていいぐらい、僕実はね、ヨネックスとドグマ、迷ってたんですよ。で、そのヨネックスを選んだのは、まあもちろん日本のメーカーというところもあったんですが、まあいろいろね、ドグマを選ばなかった理由があったんですが、その理由の大きな一つ、かなりウエイトを占めてます、モデルチェンジが早いっていうことだったんですよ。僕が当時ヨネックスの、ライバルとしてドグマ F10 だったんですね。ヨネックスを選んで、そしてその 3,4 ヶ月後にはドグマ F12 がもう発表されたんですね。で、翌年にはもうそれで販売開始しまして、で、それからもう何年も経たないうち、まだ僕、ヨネックス買って2年ちょっとですからね。もうそれで、だから3年目ぐらいにもうこのドグマ F が出てしまったということで、ちょっとね、そこ、本当の意見なんですよ。早すぎちゃって。で、トヨタの車じゃない、トヨタの車の感じしますよね。もうモデルチェンジ早すぎて、もう俺買ったの一つ前になっちゃうのみたいな。逆にもう三菱のもうデリカとか何年引っ張ってんのみたいな。日産のエルグランド何年引っ張ってんの。まあちょっと引っ張りすぎ感もありますが、まあ自転車もありますよね。タイムとかもうかなり引っ張ってますから、まあ引っ張りすぎもまあね、どうかなってところもありますが、でもね、いいと思いますよ。だから僕そこでヨネックス選んだっていうのが大きくあるんですよ。でもね、まあどう、そこも一旦、賛否両論ですかね。やっぱりそのモデルチェンジ、バシバシやっていった方が、まあね、人によっちゃいいっていう人もいると思うんで、まあ僕はちょっとそこの様子が、あまりいただけなかったかなっていうところでしたよ。はい、そして、こんなコメントですよ。ドグマ F の実は真打ちはミドルグレードなんじゃないのっていうところなんですけども、これね、そうだなっていう感じですね。ここあまりすごい高い設定をしてきて、セカンド、実際、ドグマ F12 の時もそうでしたよね。プリンスが他のメーカーのほぼほぼフラグシップと同じ値段帯で、まあ、性能できたので、今回もそのミドル、セカンド、サードモデルが、本命になってくるんじゃないでしょうか。ここはね、確かにそれは言えますよ。で、カラーバリエーションもそのグレードになるとたくさんになってくるんで、一番買いなのはそこなのかなっていうところですよね。はい、かなりね、皆さんドグマのことは気になっている一方で、かなりコメントくださいました。本当ありがとうございます。そんな中ね、びっくら仰天の大ニュースが飛び込んできて、もうね、ちょっと古いネタなのかもしれないんですけど、ツールドフランスが開幕して、第1ステージでドイツの女性の方なんですかね、このね、看板を出して、そのままトニー・マルティンにぶつかったというね、もうこれちょっと笑えないですよね。ちょっとびっくらこきましたね。で、今この時点で、一応ね、捕まったっていうね、まあちょっと逃げちゃったみたいなんですよね。まあそれで、まあ一応、今警察の方にしょっぴかれたそうで、まあっていうのもね、その事故で結構な落車があって、で、大人数ですよ。で、一人がもうリタイアしちゃって、怪我人がね、8人とかね、出てきてしまって、まあ、怪我じゃなくたってね、かなり擦過傷とかね、そういうのを入れたらもっとすごい人数だと思いますよ。で、どうなったかというとね、下手するとね、1年の懲役と1万5000ユーロでの罰金ですって。これは、ね、どうなんですかね。こういうスポー
つって、あんまりね、実際観客がね、表参道に出てきてしまうっていうのはね、なかなかね、日本だとマラソン、まあ駅伝とか、まあそれでもね、表に出てこないですけど、まあなかなかレアなケースな感染の仕方だから、こういうこともね、なきにしもあらずってところなんですが、昔ね、2010年あたりですっけ、取材の車がね、急いで前に出たら、そのままね、選手にね、ぶつかっちゃって、吹っ飛んじゃってね、で、そのままね、で、レースに復帰して、完走して涙流してたっていうシーンもね、覚えてますけども、まあ、本当の選手だけの落車じゃなくてね、こうやって、一般人とかね、あとそのカメラクルーとかの事故、いろいろありますんで、まあね、僕が気をつけましょうねって言ったところで、日本のこんなね、関東の端っこに住んでる人が僕が発信したところで、このフランスの方のね、ツールの方に僕の声が届くことは 100% ないんですけども、気をつけましょうね。はい、でもね、ちょっとびっくりしましたよ。はい、はい、で今もね、引き続きね、第7、8ステージ、やってます。目がね、もう離せませんね。で、もうどんどん選手もね、ちょっと一昔前なんかとね、全然もうね、顔ぶれが変わってきてしまってね、そんな中ね、この間ね、第4ステージですっけ、カベンディッシュがね、1位を取って涙を流してたっていうシーンがありましたけど、僕はね、やっぱりね、カベンディッシュのね、世代っていうとちょっとおかしいですけども、やっぱりカベンディッシュっていうのが僕の中で一つのこのね、スプリンターとしてのターニングポイントをね、与えてくれた選手でもあるので、ああいうね、ちょっとね、ちょっと古めの選手が活躍してくるとね、やっぱりちょっとね、ツールね、目が離せなくなりますね。はい、そんな感じで、今日はちょこっと雑談終わりにしましょう。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。サイクルジャージインフィニットよろしくお願いします。それじゃあ、またお会いしましょう。バイバイ。